ハローエブリバディ初公演、どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。吉本新喜劇の森田信之でございます。本日もこちら道頓堀は1丁目にございます、マスダイブ4階ロックカフェうさぎさんよりお送りいたします。題して森田信之、この番組は吉本新喜劇で日夜頑張っております、私森田信之、毎回新喜劇内外問わずいろんなところからですね、パートナーの方を迎えしてグローバルの情報から半径20センチの小さな笑いまでを皆様にお届けするバラエティとなお時間となってございますね。まあ今日の T シャツはローリングストーンズ、これサラなんですよね。先週古着屋でね、一目惚れしてACDC のね、ツアー T シャツを買ったんです。京都の新京極のとこ歩いてましてね、バーッと歩いてた、あ、これかっこいいなと思って、普段古着買わないんですよ。でもちょっとこれ最近、なんでクレイジージャーニーですかね、あれで見て、そのロック T シャツをね、もうプレミアついたやつを探す旅みたいなのやってあるとかやって、でそれでこうニルバーナの T シャツが今ものすごくプレミアついて高いんですよ。 T シャツ1枚がね、何百万とするような状況になったりとかするんで、ちょっとそういうのって興味あるので、見てたんです。じゃあこれは普通のね、私のこの T シャツいくらするのか知りませんよ。でももしこれが100年経ってまだ着れてたら、なんぼする、なんぼかするかもしれませんね、もしかしたらですよ。でもそんなもこうやって、あ、こんなところにいろんなお宝があんねんな思って、あの ACDC のね T シャツをね、いやこれちょっと高いけど、これより高いですよ、皿より高い値段やったんですよ。ええ、こうたんです。で、まあ、こういうの着てたんです。で ACDC だと言われてたんです。でしょ、いいでしょって思ったんですけど、この間セカンドシアターにね来てくださったこと本当にありがとうございました。でそこで私普通に来てたんです、来て行ったんです、自転車乗って行ったんですよ、ダイレクトにね。汗かきますやん、汗吸いますやん、もともと着てはった人の匂い出てくるんですね。思いっきり脇がやったんですよ。くっそってくそってね、もうどんな衣装もない、古着なんて買うもんちゃいますわ。ほんま言うて返品できませんからね。でなんかいろいろ調べたら、なんかね、入澤君がね、これもうクソってもう着られへんわ言うて、でたまたま、そのまあヤクザスーツ着ますから、その下に下着をね、持ってきてたんです。もうほんまに、ま、黒のジャージですよ、黒のジャージに柄の T シャツで着てたんです。でももうその柄の T シャツも着られへんから、下着の白 T 着てたんです。そしたらね、なんて言われたと思います、おしゃれですねって言われたんですよ。おい、普段わしむっちゃダサいみたいやんけ。おいと思いましたけど、やっぱりシンプルイズベストですね。すいません今日ダサくって。はい、そんなわけでございましてね、おしゃれや思ってかっこいい思って買った古着がね、そんなこんなでもう二度と着れないんでね、まあ、気をつけましょう。もうだから二度と古着は買わないです。毎回もこう T シャツはね、新しいものでと思ってね挑んでるんですけど、これの、こういう挑みの方がいいようでございますよね。まあ古着には気をつけてください。この番組は、ただいま乗務員募集中でございます。サンゴタクシーグループ大阪市内走でございます。サンゴと書かれたタクシーでございますが、 GO というアプリで呼ぶこともできますのでね、ぜひともご登録いただきまして、でまあ車の免許取って5年以上経ってたら、あの2種免許取ることもできます。まあライドシェアとかいろいろありますけども、2種免許取っておられることは確実だと思いますので、ぜひとも2種免許を取ってですね、タクシーの運転手として、まあしかもがっつり働くなくても、今日行けますとか、そんな感じでフリキシブルな感じでもいいと言っておられますので、ぜひともタクシーの運転手としてのセカンドライフ、初めては、ごめんなさい、いかがでしょうか。すいませんね、別にあの、あれですよ、タクシー乗ったからこんなの通っちゃいますね。はい、ちょっとビール飲んでましてね、すいません。そして、ご自宅なので空いてる土地ございませんか、すべて津田建設がお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。まあ、自宅で空いてる土地あってもね、ほったらかしにしてましたら、まあ、税金がだらだらかかるだけでございますので、ぜひともね、まあ、コインパーキングに変えて収益の上がる物件にしてみてはいかがでしょうか。見積もりは無料でございますので、お気軽にお問い合わせください。まだご自宅のところでアスファルト舗装とか、別にコインパーキング関係なくね、コンクリート舗装とかちょっとなんか割れてるとかいうこととかありましたらね、お気軽に問い合わせてみてください。よろしくお願いいたします。そして鶴橋で餃子といえば魅力で、鶴橋でお食事しようかな、大体韓国料理焼肉とかなるんですけども、餃子のすごい美味しいお店がございましてね、鶴橋の駅降りまして東の方にずっと歩いてください。そしたら右手に黄色い看板の魅力でと書かれたお店ございます。ぜひとも焼き餃子はもちろんのこと、スー
ープ餃子、水餃子の絶品なるものです。まあ、今ここね出てますよね、ここね、何月何日、今日は7月18日でございますかね、出てます。この今ここの状況をスクショ取って大将に見せてください。そしたら何かしらのサービスが受けれますので、ぜひとも行っていただきたいです。でこの間ね、私魅力店に行ったんです。そしたらたまたまですよ、バッてこうガラッとある、まあ、扉が開きましてね、で座ろうかな思ったところに扉開きまして、って言ってね、いてるって言って、ちょっといてるで言ってね、この番組をたくさん見てくださってる方が来られてましてねで、ただ大将に見せてはりましたわ。でもその人が横で食べてはったんですけど、何のサービスを受けてはったかよく分かりませんでした。ただまあ、こうやって行ってくださる方がおられるってことで、ね、大将も上機嫌でございましたので、ぜひとも行っていただきたいでございますけどもね。でもうなんか彼氏さんなのかその辺がよくわからないんですよ。でもなんかこの番組がすごい好きで見てくださっててね、いいですよね、森田さんの悪口って言ってましたから、今日もバンバン言っていこうと思ってますけどね。あのいいですよね、本当に縁の中の言う感じ。でも結構カットしてるんですよ。その彼氏さんなのか、まあ、パートナーの方かわかんないですけど、一緒に来られて男性の方がバーって出て行かれましてね、電話でも何ぞしに行かはったんかなと、全然帰ってこないんですよ。もう目の前餃子来てるんですよ。早く食べはってへんのになと思ったんですけど、その方が戻ってきはったらね、あのすいません、サイン色紙がなくてって言われるから、ああいや別にその別にいいんですけど、いやサインが欲しくって、あのすいません言って、これに書いてもらっていいですかって渡されたら、クリアファイル10枚、嫌やわ、クリアファイル10枚なんでこのサインせなかったのね。そしたら大将が、いやサイン色紙でここにあるよ言ってね、魅力亭のサイン色紙にサインさせていただきましたけどね。で結局最終的に、じゃあもう森さんこれあのクリアファイルあげますってね、10枚の何も書いてないクリアファイルいただきました。その説はお世話になりました。はい、これぐらいでいいですかね。ありがとうございます、いい思い出ができましたね、お互い様で。そんなわけでございまして、またぜひ魅力店に行ってください。もうね、スープ餃子頼む、水餃子食べてくださいよって、水餃子来てるんですけどね、もうその男性が帰ってこないもんだから、カッピカピになってましたね。あれは水餃子じゃないですよね。ぜひとも注文したらすぐ食べてくださいね。餃子も冷めてましたよ。はい、そんなわけでございまして、この番組並びにレディオバルーンの森田信義の大前神様では常にサポートしてくださることは募集してございますので、何でも結構でございます。お気軽にこちらの方に、お寄せください。文句でもいいですよ。まあ、あの普通に私はそういうのをスッと受け入れてここでパッて言うタイプでございますけどね、何でも言ってくださいよ DM でね、私エゴサするタイプじゃないので、誹謗中傷がどこで浮かんでてもどうでもいいんで、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、というわけでございまして、ゲストの方がご到着でございましてね、すいません長らくお待たせして申し訳ございません、それではもうちょうど1年ぶりぐらいでございますけども、タックル永井さんでございます。どうぞ。どうもどうも、こんにちは、皆様乾杯。ありがとうございます。やりましょう、やりましょう、やっと呼んでくれましたね、ほんまいや、そのタックルさん、やっとですよ、いつ呼んでくれるんですか、いつ呼んでくれるんですかって、はいはいはい、何のイベントもせえへんのに、はいはい、何の話ができるんですか。いや、もう僕は話を聞く側やから。いや、聞くの、しゃべってもらって、僕横で飲んできたい。やいや、なんでそれだけで。ほら、別にここに来てよろしいんですよ誰ぞお越しとしてくれますよ、多分。ほんならもうちょっと毎週来ちゃう。怖いわ、怖いわ、嫌やわ。あとあとなんかあまりこうなんじゃ流暢のしゃべりでもない拙い感じで人に伝えるんでしょ。あの人こんなん言うてましたから。そうじゃないで、ガタガタ道で伝わっていく。ガタ一番嫌われるんですよ、ね、嫌なんです、ちゃんと伝えてほしいです。ありがとうございます。ご無沙汰で、1年ぶりでね、はい、全く証拠もなく、はいはい、別にそんなシーズンでもないのに、はい、イベントしはるらしくて。いやいやいや、どういう意味やん、どういう意味、証拠もなくし、まシーズン終わったけど、終わったでしょ、終わったけども、なんかパリ五輪やナイルでラグビーとかないわけでしょ。いや、まあ五輪でもラグビーあるんですよ。あるんですか。まあそれはちょっと、皆さんが見る15人制ではなく、なくて2人でラグビーできるかい。できないです。誰が楽しんでるんですか。いや、わかんないです。バレービーチバレーみたいなもんで、まあ、バレーは7人、8人制か、何で4人、はいはい、6人か、何か知りませんけど、はい、やってるやつをビーチバレー2人じゃないですか、はいはい、みたいなもんで、はい、15人のやつを、はい、7人でやります。7人で、はい、8人足りないじゃないですか。8人足りないですけれども、はい、その分ちょっともう人の倍ぐらい走って、はい、じゃあそのコートも狭いんですけど、コートは一緒です。一緒、はい、スクラムとかどないしますか。スクラムは普段で言うと8人で組むんですけれども、
七人制ラグビーの場合、3人で。3人で。あの、七人制ラグビーの場合、7人でって言うたら、もう全員でやってるから、誰がボール掘るの。そんなもん。ちょっとレフリーによってですね。いや、俺ね、おかしいから、次出てきたボール、どないしようもないから、次こう投げなあかんのに。レフリーに取ってもらって。どっちを味方につけるか。なるほど。まあまあ3人で、ね。3人でやる。スクラム組んで、スクラムハーフが1人いて、はい、あのボール投げる役がね。はい、で、バックスラインは3人で。はあ、じゃあもうだからそのあれでだから攻守が分かれてるんですよね基本ラグビーって、はいはい、でも7人制でも分かれないずっとまあまあもうずっとまあルールとしては一緒なんですけれどもまあラグビーのグラウンドの中でなんかバスケやってるような感覚でずっと動きっぱなし なるほど、はい、まあこうやっていろいろラグビーの説明していただいても、はいまあ、前回来ていただいていろいろ話聞いた時に事件がね起こりましてね、はい、事件があんまりラグビーのこと知らんっていうそうなんだラグビーのルールよう知らん細かいルールはねだいたい雰囲気でもやってましたよ雰囲気雰囲気だって学生まで行って、はい、大学もねラグビーで行ってあるわけでしょ、まあまあ、ラグビー行きました行きましたで大学の推薦ね、はいはい、ラグビーで行ってるでしょ、はいはい、そこから社会人もやってはるでしょ社会人もホンダでやってましたホンダですよ、はい、ねそれもそれはホンダでどんなことやってたんですけどもうラグビーだけでご飯食べれるぐらいのことやったんですかいやあの当時はまだプロとかがなかったなかったからで、はいあのちゃんとホンダの鈴鹿の製作所で製作所で何してるんですかあのまあ完成車車ができてきたやつを僕が見てるだけ検索してえ車が出来上がってるのずっと見てるだけまあ見てるだけちゃんと検査検査、はい、何ができますの検査何しますの車というのはね、はい、あの出荷する前に完成車ができてきて、はい、だからあのこの間もなんかいろいろ事件ありましたやんか問題になってましたやんその結局その基準も満たせない、はいはい、満たしてないような車がねもう出荷されてたみたいな、はいはい、そのとこちょっと絡んでたんじゃないもう絡んでましたよ僕がハンコついたらもう出荷されるんですあタックルさんの長いというハンコがどんどんあってこそ出荷される、はいはいまあ、B 品ばっかりじゃないですか。何だそれ。ちゃんと、世界のホンダですよ。いや、世界のホンダ。世界のホンダやけど、はい、あ、これ長いって、検品で長いって。これじゃ、B 品ちゃう、アウトレットとか出てるじゃないですか。出るかいな。わしかんないよ、ね、ステップワゴンもワンステップ多いな、みたいな。いや、そうだよ、ね、そうだよ。ちゃんと、はい、ちゃんと、はい、仕事するときはちゃんとやってましたから。だから、その流れてくる車をどう検査しますの、まあ、ハンドルがついてるなとかですか、はいアクセルからブレーキついてる、うん、それついてる前提や前提で何をしてましただから出荷する前にあの、はい、絶対運輸省の検査通さないと大変じゃないですかでも運輸省が、はいまあ、トヨタさんあって、はい、日産さんとか、はい、ホンダとかいろんな、はい、あの各会社に出向して出向くわけにいかないんで、はい、運輸省がやることを代行業務としてやってたんですよ、はい検査員みたいな運輸省の、まあ、背中運輸省があるような状況運輸省とやってることと全く同じ検査をしますということを前提に我々が、はあまあ、うんこみたいな顔して誰がうんこみたいな顔や運輸省の運輸省のまあ代行業務的な、はい、をホンダの中で正社員としてもちろん正社員でへえー、それで、まあ、検査をこうやってやって、はいで全部こう検査するわけじゃないですか もちろん全数検査自分でこう乗って走って走るわとかですか、はいはい、だからいろいろあってで自分でいやそれもあるしはいだから朝起きます何時起きるんですか朝は、6時半ぐらい今ちゃいますよその時ですよあっ その時今ちゃいます今ちゃいます今でしょその時今ちゃうちゃうだからさホンダに勤めてある時ですよ今の朝どうでもいいじゃんそのまた聞きますよ急に話してるからいや違う早いないや違うんですよだからそのホンダで、はいはい、勤めてある時ってその練習はいつしてはんのかなと思って練習朝何時ぐらいに起きた例えば朝起きてちょっと走っていくとかいう話今朝が何時みたいなどうでもいい話や今も大体6時半ですけども通りでおかしなったんですよ、はい、6時半普通のタックルさんや、まあ、まあその当時言うたら、まあはい、8時から業務始まるから、はい、7時ぐらいに起きてあ7時ぐらいに起きて、はい、でそこでもう、まあ、寮生活ですか寮生活、はい、鈴鹿の方で鈴鹿で寮生活で、はい、まああの寮があって、まあ、ラグビー部のフロアがあって、はい、ああラグビー部のフロアがあるんですかあるんですかまあ、ラグビーで入るのは言うたらみんなスポーツ推薦みたいな形で入ってくる、まあ、いろんな大学からもうほんま選抜されてホンダに来るんですか、まあまあ、選抜って言ったらちょっと大げさですけど、はいまあ、ラグビー部のフロアがあってホンダの野球部とかあ野球部もあるんですかハンドボールとかがあってあもうそこはもう全員ホンダのそういう寮でスポーツ等ではあ、
なるほど、はい、じゃあそのサッカーとかもあるんですか。ありますあります。でそれがもう全部その一棟のその寮の中に全部あるわけですか。ありますあります、まあ、すげえな。こんなの鈴鹿のね、あそこの鈴鹿サーキットのとこですか、はい、そうですそうです。ええー、あそこでみんな知らんかったと思う。いやすまあまあ、まあ、いやでもそんだけいろんなスポーツ枠を持ってるわけですよ、はい、ホンダは。まあで、まあ、鈴鹿だけもそうやし、はい、でまあ言うたら熊本とか浜松とかにも製作所があって、はい、浜松で野球部とか、浜松は野球部、熊本にも野球部あったり、あで野球部見た、駅伝野球部見たから都市対抗もホンダ技研鈴鹿製作所とか、はい、熊本製作所とかがこう出てきて、まあ地域で勝ち上がってはあ、はあはあ、ほんでもうでもラグビーは鈴鹿だけ、ラグビーは鈴鹿だけですね。はあ、じゃあそこで寮で、はい、朝8時7時ぐらいまで、まあ7時ぐらいに起きて寮でご飯食べてから、はい、まあ、寮からまあ会社もちろん近いんで、はい、まあ、それはね、それは、言うたらもうお偉いさんも、はい、現場作業員もデスクワークの人もみんな作業着着て、はい、白の作業着着て、で僕らは検査員として、はい、感染者が流れてくるんですけど、車が出てきたやつが流れてくる、はい、でまあ言うたら各部門があって、はい、で最初ヘッドライトの工軸調整言うんですけど、ヘッドライトをちゃんと調整、工軸調整、工軸調整、工軸、工軸、どんな感じが出ますか。なんか多分光と光の軸、軸、あ軸、あ、いや、車辺のね、車辺の理由の言うのあれね、それそれ、はいはい、それそれあれまあ、工軸調整、工軸調整っていうのをこうやって見てやって、はい、でその後ちょっと下に潜ってる人がタイヤのいがみというか、はい、この何調整言いますか。これはね、なんかタイヤの、はいはい、車輪の車軸調整、それでいきましょう。車軸調整、はい、車軸調整、工軸調整、車軸調整、はい、でそれ終わったら10メーターぐらいのシャワーあるところガーッと流すんですよ。え、ああ、アメが。で、そう、で、そう、シャワー出た後に懐中電灯持って、はい、もう雨漏れないかな。雨漏れね。雨漏りじゃなくて、雨漏れがね。雨漏れ。雨漏り。雨漏り。漏れ。雨漏れ。どちらでもええわ。雨漏れ。雨漏れ。雨漏れちゃう。雨漏れがちゃうでしょ。はい。はい。で、あ、そう、調べて。調べて。1台ずつ。はい。おう。んで、まあ、その後は、ちょっとローラーの上に乗って、40キロぐらいに、はい、もう言うた検査員も一人一人、はい、まあ、各お容器おるんで、はい、各容器おる、各、はい、エリアというか、はいはい、まあ、場所に、はい、でダックルさんが担当してたのはもうその工軸調整、車軸調整、いろんなことやる、あ、いろんなことやるんですか。まあ、下車全部やります。雨のところ、今日はここ、はい、明日はここみたいな。ああ、なるほど。そのすべて検査員も20人ぐらいおったけど、はい、そのまあ言うたら全数1日2500台ぐらい作るから、はあ、そんな計数か、はあはあ、1日で、はい、生産が、はい、それをまあ20人ぐらいで、その2500台って言っても 全車種でっていうことですか。各車数2500台、もう今日は製作所の中で、まあ当時言ったらシビックとか、はい、シビック、アコードとか、アコード、ね、はい、CRV とか、はい、ステップワゴン、オデッセイとかあるんだから、全車種で2500台、トータル2500台、だから流れてくる車がちゃうんですね、ちょいちょい、ちゃう、だからもう時間帯によって変わってくるから面白い、はい、ワクワクしますね。だからできてきた、こうシビックができてきた、はい、ほなこう工軸調整して、はい、で車軸足回り見て、足回り見て、ほんで雨の中バーってシャワーのとかバーって入って、雨漏りしてるかどうか見て、はい、ほんでなんかローラーの上乗って、はい、そ40キロぐらいで合わせて、はい、まあ、マスターメーターみたいな、こう上にマスターベーション、マスターなんでやねん言うていいんですか、そんなこと。いいですよ、別にいいですよ。でマスターメーター40とここの40を合わせれるか、だからプラスマイナスの、まあプラスでやったら、岩橋君が、いや、そう、もういやめた言うたら、あなた同期でしょ。そうです、はいはい、はい、プラスマイナスの金光君が、はい、金光がね、モノマネして、はい、はい、冗談やみたいな巨人賞でモノマネして、ね、入れつつ、冗談も入れつつ、はい、でその後は最後ちょっとガタガタ道とかテストコース走って、あ、走るんですか、はい、実際その車で走って、それなんかもうガタガタ道とか走って、なんか音聞くんですよ、なんか転がってる音とかがしたら、ガラガラガラとか、どっか、あ、ネジが外れてる、外れてる、それ外れてる、それコロコロしてんだから、はい、で外れてる、なんか外れてるって思ったら、あれ私かなって、あ、で僕の頭のネジです
ポンコツやないか。はい。そう、ポン、乾杯。いや、何やない。どうも、はい、ありがとうございます。よう喋って。まあ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 、そんなをしながら、はい、その業務が終わって5時ぐらいに終わる。5時ぐらいに終わる。で、お昼はご飯は、社食があるんで。社食があって。ね、午前中やって。午前中仕事して、まあまあ、そう、お昼社食して、で、また検査して。で、昼からも、まあ、言ったら定時までやって。はい、5時までやって。あるはい。うん、でなかったと思う。みんなでもあるでしょ。モリテンラブヨシー。ああ。